汝、純白の輝きを秘めし娘、学徒たる証を携え我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。ここがジェニス王立学園。よし、ほう、あれが噂の編入生ね。タカ？いや、ハヤブサか。あの時、もう誰にも頼らないと誓った。縛られて生きるのが嫌で、流されて生きるのが嫌で。私は自分の足で歩いていく。胸に秘めた静かな決意。それが単なる言い訳に過ぎないことも、心のどこかで気づいていた。はいはいみんな、こっち注目。こちらは編入生のクローゼリンツさんです。コースは、社会科ね。うん、私の受け持ちだわ。じゃあクローゼさん、ご挨拶してください。はい。一年に編入となったクローゼリンツです。この素晴らしい学園での生活を長い間楽しみにしておりました。今日皆さんの一員となれてとても光栄に思います。私はとんだ未熟者で、皆さんにご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、精一杯頑張りますので、どうかよろしくお願いします。突然の編入生か。いいところの子かな。ちょっと硬い感じもするけど。一年の5月に編入ね。ちょっと訳ありっぽいよな。あ、質問いいですか？クローゼさん、出身は？リベールの人？はい、グランセル地方の出身です。ご趣味などはお持ちですか？特にありません。本当ですか？つまんないな。でもやっぱり特に趣味とかは。
強いて言えばお菓子作りでしょうか。でも人に言えるほどのものじゃないし。編入試験ってすごく難しいんだろ。よく受かったよな。あの入試より難しいのか。ありえねえ。優秀なんだな。はいはい、みんな質問は授業が終わってからにして。クローゼさん、適当な席に座ってね。あ、はい。じゃあ授業始めるわよ。教科書の23ページを開いて。もう謎の編入生、なんだか気になるわね。やっと終わったよ。今日も有意義な一日だったな。モニカ、練習始めるよ。あ、はい。あらら、みんなもう帰っちゃったの？このプリント配ろうと思ってたのに。あ、先生お困りなのでしょうか。よし。あのビオラ先生、何かお困りでしょうか。私でよければお手伝いしますけれど。でも、そうね。じゃあ頼んじゃおうかしら。あ、はい。悪いけど、このプリントを社会科のみんなに配っておいてほしいの。結構大切なプリントだから、配り忘れがないようにお願いね。はい、わかりました。急がないと、職員会議が始まっちゃう。このプリントって社会科コースの年間単位表。これはきちんと配らないと。とりあえずまだ教室に残っている人たちに配って、あとはクラブ活動に向かった人と寮に帰ってしまった人ですね。よし。まあ、それでは共和国にはそのようなものが。ええ、何しろ国土が広大ですからね。それに合わせた交通手段が。いや、クローゼさん、どうかしましたか？はい、ミオラ先生からプリント預かっていまして。まあ、社会科コースの単位表ですね。ご親切にありがとうございます、クローゼさん。いえ、とんでもありません。こちらこそお話のお邪魔をして申し訳ありませんでした。私はこれで失礼させていただきます。
はい。クローゼさんって礼儀正しい方なのですね。ええ、そうですね。あそこまで丁寧に言われると少し緊張してしまいますよ。遅いぞ。ごめんなさい、間違えました。いや、間違えたのはこっちだけど。あ、そうですね。ごめんなさい。だから間違えたのはこっちだって。はい、二人ともストップストップ。ごめんな、クローゼさん。うちの部長気が利かなくてさ。で、なんか用事？俺たちこの後ミーティングでさ。あ、そうだったんですか。確かクララ先輩は社会科コースでしたよね。でもやっぱり今はお邪魔でしょうか。ミーティングの後にもう一度来てみようかな。あ、わかった。クラブ見学だ。よし、新入部員ゲットね。クララ先輩、短絡的すぎっす。なあ、この人のことは気にしないで。でさ、用事があんなら早めにお願いしたいんだけど。あ、ではこれを。なんだ、単位表じゃん。もったいぶるから期待してたのに、がっかり。すみません。ではこれでおいとまさせていただきます。あ、うん。なんか変わった子ね。1年の編入生っすよ。ほら、噂になってる。ああ、あの子が。ついでだから見学していけばいいのにさ。
君はクローゼリンツ君、僕に何用かな。いえ、あの、先生からプリントを預かってまして。ふん、これは年間の単位表。これは1年の間は共通授業の比重が大きいのか。うん、体育で5単位。ありえん。邪魔をしてはいけませんね。ではこれで失礼します。待ちたまえ。いや、このプリントによれば定期試験は6週間後のようだ。君もみっちり勉強しておきたまえ。油断していて足を滑らせたなどという言い訳は通用しないぞ。はい、精一杯頑張らせていただきます。ねえリックス、僕たちはどうしてここにいるんだろうね。もう春が来たよ。なのに僕の心はまだ冬ごもり。はあ、どうしてこう何もかもがうまくいかないのかな。あの、すみません。あれ、君って確か1年の編入生だよね。はあ、いいよな、君みたいに頭のいい人は。あの、これミオラ先生からお渡しするように言われまして。僕さ、また留年しちゃったんだよね。え？もう一度3年生をやるなんて、はあ、最悪だよ。僕も1年生の頃は希望で満ち溢れていたのに。あの、なんて慰めたらいいんでしょうか。のダメ人間め、一体どこに隠れてんのよ。これだけ探しても見つからないなんてな。ルーシー先輩、俺もう限界っすよ。おーい、そこだれるんじゃない。ハンス、あんた実はサボってたんじゃないでしょうね。いや、マジで真剣に探したって。目撃情報は山ほどあるのにどうして見つからないんだ。やっぱり今日中に捕獲するのは難しそうね。レオ君、どうしましょう。仕方がない。生徒会の仕事は俺とルーシーで進めておく。だが最終決戦には奴が必要だ。
お前たちは早急に探し出せ。はい。二人とも、また後でね。はい。じゃあ、捜索再開といきますか。はあ、気が重いな。お、クローゼ、どうしたの？そんなにプリントなんか持って。あ、ジルさんとハンス君、これは少しビオラ先生のお手伝いをさせていただいていて。それで放課後に配って回ってるのか。ふん、俺なら断っちまうけどな。クローゼ、なんだったら私たちも手伝おっか。ちょうどこれからあちこち回る用事があるし。いえ、これは私の仕事ですから。ジルさん、ハンス君、それでは失礼します。さ、彼女と同室になったのよね、寮の部屋。ああ、なんだそうだったのか。編入生クローゼリンツ、蝶がつく天才だって有名だよな。いいじゃないか、毎日勉強教えてもらえるぞ。でもさ、なんて言ったらいいか、上品だしすごく礼儀正しいんだけど、どこかよそよそしいのよね。まあちょっと肩肘張ってる感はあるよな。でも同室なら会話くらいあるだろう。いや、私とも挨拶くらいしかしないのよね。もうちょっと普通におしゃべりとかできたらいいんだけどな。あら、あなた、もしかして編入生の子？はい、その、生徒会室は初めてかしら。そんなに緊張することはないわ。私は副会長のルーシー、ルーシー・セイランドよ。そちらが初期兼会計のレオ君。はじめまして。あなたのことを歓迎しますね。綺麗な人ですね。私、クローゼリンツです。よろしくお願いします。こちらこそよろしく、クローゼさん。これからの学園生活、いろいろあると思うけれど、頑張ってね。あなたなら大丈夫と信じているわ。はい。生徒会長を見かけたらすぐに我々に通報するように。あれ、どこ行ったかな。あ、あったあった。あ、編入生のクローゼさんだっけ。何か用事？はい、ビオラ先生からプリントを預かっていまして。あー、単位表か。授業がこんなにある。2年生にもなるときついな。でもこれって別に急ぐ話じゃないよね。そうなんですか。ビオラ先生って去年も私忘れてたよ。確かずいぶん後になってもらったんだ。先生美人だけどちょっと抜けてるとこがあるから。
クローゼさんも気をつけなよ。ちょっと頑張り屋さんすぎるからいいように使われちゃうよ。あ、モニカ、こんなとこにいた。もうミーティングが始めらんないじゃん。あ、はーい、今行きます。じゃあね、クローゼさん、プリントありがとう。はい。でも私はしっかりやらないと。私はただ何かに必死にしがみついていたかっただけなのかもしれない。誰にも頼らない私の触れ得るものは少なく、何も見えない私が受け入れるものはなかった。だからこそ私は自分はやらなければならないのだと念じ続けた。取り残されないように、置き去りにされないように、私が私を見失わないように。あ、あれ？私のプリントがない。教室に忘れてきたのかな。うん、きっとそうだ。取りに戻らないと。大丈夫なのかな。でさ、さっき編入生の子が来たんだけど。ああ、あの天才とか言う、それがさ、でね、早く帰って授業の復習をしないと、習得単位の確認もしないといけませんよね。はあ、少し疲れちゃったな。よう、編入生くん。生徒会長のレクターだ。おう、今日は夕焼けが綺麗だな。はい。どう、この学園の感想は。とても良いところですね。設備も充実していますし、学業に励むための素晴らしい環境だと思います。なるほど、そうきたか。いや、学園生活の方はどうかと思ってね。見たところあまり楽しんではいないようだが。そのまだ慣れてなくてうまくいかないこともありますけど、でも私頑張りますから。はあ、君はそんなことをするためにここに来たの？いやあ、お前って真面目だな。たまには手抜いたりしないわけ？
私は、その…俺ってさ、一応生徒会長なんだよな。どう？生徒会、割と楽よ。勧誘ですか？俺たちと一緒に青春の汗を流さないか。あれ、外したか。この人って生徒会長なんですから偉い人なんですよね。ね、でも、なんだろう。むしろその全く信用できない感じが。ああ、そういやミリアが授業に出ろってうるさかったな。今度はどうやってごまかすっかな。ミリアがカンカンに怒りそうなやつ。なんだかやっぱり信用できない。私もう寮に戻らないと。このアングルで立つと見える。失礼します。そっちは男子寮。やれやれ、世話が焼けるやつだな。学園の生徒たちによる自主的な運営組織。学園の風紀秩序や生徒の諸活動について取りまとめ、自主的な権限と責任を持つ。そして生徒会の最重要任務は創作である。ここにもいない。くそー、あの極悪生徒会長め。今度は絶対裏を書いて生徒会室に戻ってると思ったのに。レクターさん、毎回逃げ方が巧妙になってるよな。校舎は探したし、寮も一通り回ったし、あとは中庭の茂みくらいか。バカにしやがって。行くわよハンス、何としてもとっ捕まえて溜まってる仕事をさせるのよ。おう。あれ、クローゼ、こんなとこで何してるの？ジルさんとハンス君。はい、少し空き時間なので。それって授業の予習か？うわー、すごいわね。さすが超難関の編入試験を突破しただけのことはあるわ。別にそういう意味では。ねえクローゼ、レクター先輩見なかった？レクター先輩ですか？もしかしてあの人に何かされたとか？いえ、大したことではないので。申し訳ありません。またうちの生徒会長がご迷惑をおかけしまして。本当になんとお詫びしてよいのやら。以後このようなことがなきよう徹底いたしますので。どうかこの件に関しましてはご容赦のほど。私そういうつもりじゃ。その
本当に大したことではないんです。え、そうなの？あ、はい、ほんの少しからかわれた程度です。はあ、びっくりした。今一瞬目の前が暗くなっちゃったわ。まったくだ、脊髄反射で謝っちまったぜ。レクター先輩ってそんなに問題を起こす人なんですか？ん？ああ、問題を起こすっていうか、あの性格がすでに問題なのよ。この数週間だけでも逃亡すること数知れず、おまけに方々に迷惑かけて回ってるの。あちこちから来る苦情の対応だけでも大変で大変で。可及的速やかに拘束すべしが生徒会の基本方針なんだ。もはや生徒会じゃない気もするけどな。そうなんですか。クローゼどうかしたの？いえ、なんでもないんです。あ、そういえばレクター先輩なら先ほどクラブハウスの屋根の上で寝てらしたみたいですけど。え、それ本当？屋根の上か。そいつは気づかなかったぜ。クローゼ、よく見つけたな。オンに着るぜ。あ、本当はチークが見つけたんですけど。ハンス、今度こそあれを捕らえるわよ。おうよ。ありがとね、クローゼ。助かっちゃったわ。じゃあ、またな。あ、はい。レクター先輩、やっぱりいい加減な人みたいですね。でもあの時は確か私に尋ねましたよね。君はそんなことをするためにここに来たの？ない。さっきまではここにいたわよ。どうやって逃げたんだ。でーい、どこに行きやがった。あ、クローゼだ。そうだ、クローゼに聞いてみよっか。ん？ああ、いいかもしれないな。さっきもレクター先輩の居場所を見破ったくらいだし、頭脳明晰なクローゼなら戦力になるんじゃないか。よし、ちょっと行ってみましょう。クローゼ。ジルさん、ハンス君、もしかして屋根の上にはいませんでした？いや、見つかったは見つかったんだけど、一瞬目を離した隙に逃げられたのよ。おかしいよな。あんな屋根の上で逃げ場なんてどこにもなかったはずなんだが。はあ、屋根の上でですか。それでそのクローゼ、ヤツの居場所に心当たりとかない？どんな些細なことでもいいんだ。頼む、思い出したら教えてくれ。あ、はあ、本当にお困りみたいですね。
じゃあクローゼ、居場所知ってるの？私じゃなくって、ちょっとジークに聞いてみますね。ジーク、白いハヤブサ、クローゼのペットなのか？いえ、ジークは友人のようなものです。にゃーい。そうなんだ。ジーク、レクター先輩見なかった？ほら、さっき屋根の上で寝ていただらしのない人。見失っちゃったの？いいよジーク、気にしないで。ごめんね、ありがとう。ジークでも捕捉できないなんて、よほど素早い人ですね。いや、それよりもハヤブサと話せる方が驚きだ。まったくよね。クローゼって本当に謎の編入生だわ。え？ああ、別に悪い意味じゃなくって、ただすごいなと思って。なあ、確かに特殊能力だぜ。でも肝心のレクター先輩が見つからないんじゃな。そうですね、ジークに見えないのなら屋内にいるんじゃないでしょうか。おそらくこの時間帯に人気のない場所。なるほど、それならだいぶ絞り込めるわね。まず空っぽの教室に、寮や行動、あとは休校者。ね、それでも結構広いぞ。私も手伝いましょうか？え、いいの？クローゼ、何か用事があるんじゃ？いえ、クラブ見学をしようかと思っていただけなので。クローゼに頼むのは少し悪い気もするが、手伝ってくれるなら大助かりだぜ。むしろこっちから頼み込みたいくらいよ。クローゼ、本当にいいの？はい、大丈夫です。やった、それじゃあ3人で探しに行くとしましょう。今度こそあの首に縄をつけてやるわ。会長、あまり迷惑をかけないでください。あの、その本は？猫語日常会話辞典。にゃーご、にゃん、うにゃーん。一日中そんなことをやってたんですか？懸命に生きる私は目をつむって、大きくて空っぽな世界を走り続けていた。それが何をなすわけでもなく、私は大空を飛べるわけでもない。ただ立ち止まった時、その小さな箱庭は呆れるほどに広かった。そうだ、私は何のためにここへ来たのだろう。
ここは公式で、あれうまくいかないぞ。ああ、定期試験の季節か。学生は大変だな。先輩も一応学生ですよね。試験勉強とかしないんですか？試験ね、試験、試験。やる気なさそう。こんなところにいた。ルーシー先輩。ほら、レクター勉強するわよ。待てルーシー、俺はだな。ルーシー先輩、そんなお姿も素敵です。いかんいかん、勉強せねば。終わったぜ。さすがに天下の王立学園、内容が半端じゃないわね。私はもうくったくたよ。あ、クローゼ、どうだった試験の出来は？まあまあかな。またまた幻想しちゃって。このの笑みはなんだ、まったく。余裕こいちゃっても。お前たち通行の邪魔だ、ここにたまるな。あ、レオ先輩。すみません。ああ、本日から生徒会活動を再開する。ジルとハンスは2時から生徒会室でミーティングだ。遅れるなよ。はい。そうだな、クローゼ君は好きにしたまえ。クローゼにも来てほしいってことかしら。ネクターさんを捕獲するのにクローゼは必要不可欠な人材だからな。レオ先輩もクローゼのことを認めてるんじゃないか。ちょっと大げさな気もしますけど、でも私も行ってみようかな。なんだか楽しそうですし。いや、それほど楽しくはないと思うぞ。ま、クローゼが来てくれると大いに助かるわ。もちろん大歓迎よ。そんじゃ、昼飯の後は3人で生徒会室に行くか。はい。珍しくレクター先輩がいる。珍しいとはなんだ、珍しいとは。俺はいつもここでだべってるだろうが。仕事をしてないことは否定しないんですね。ルーシー先輩、お久しぶりです。ハンス君、元気そうね。試験の方はうまくいきそう？
そんなの俺に聞かないでくださいよ。ダメだったわけね。お前たちさっさと席に着け。はい。全員揃ったようだな。それでは今日の議題だが、まずはみんなの将来の夢を聞こうと思ってな。そこの3名、一人ずつ将来の夢を語れ。レオ君、続きを。まずは今年度の生徒会活動を一通り説明しておく。それから具体的な活動内容と年次予算の割り振りを詰めていく予定だが、まずはジル、お前からだ。お前が今感じている乙女のハートフルな思いを簡潔に表現してみせろ。打倒生徒会長です。見ての通り、これは戦力外だ。何も期待しないように。リクター先輩、いてもいなくても迷惑な人だ。それでは今年の活動内容だが、例年通りならば来月から。レクターさんを探すのも疲れるが、出席してるのも疲れるんだよな。唯一の救いはルーシー先輩に会えたことだぜ。試験期間中は会えなかったからな。おいおい、今朝も必勝祈願とか言って会ってなかった？私もお見かけしましたよ。おお、お前ら暇そうだな。先輩よりは忙しいです。これから各クラブの部長さんを回って予算案を作成しなきゃいけないんで。そうか、ならクローゼだな。え、これってルーアン市長に提出しなきゃならんらしくてな。レオがうるさいのだ。クローゼ、行ってこい。それ本当はレクター先輩の仕事なのでは？いや、そんなわけ。クローゼ、お前頭に羽ついてんぞ。ジークのやつだな。そういや、あいつそろそろ羽が生え変わる時期とか言ってたしな。いつからついてたんだろう。もしかして試験中も？恥ずかしい。先輩、ジークのこと知ってるんですか？それに言ってたって。ああ、その封筒よろしく。本当に得体の知れない人ですね。クローゼ、あのまんまと仕事押し付けられてるわよ。それに言いにくいんだがな、別に羽毛なんてついてなかったぞ。あ、またからかわれました。ほらクローゼ、すぐに追いかけて突き返さないと。そんな仕事クローゼがやることないわよ。いや、今から追いかけて捕まるかどうか。そうだな、このタイムラグなら早くて5時間ってところか。あのもう私が行ってきます。その方が早そうですし。
ルーアンの市長さんに届ければいいんですよね。クローゼには私たちを手伝ってもらうつもりだったのに。ごめんなさい、ジルさん。うんや、いいっていいって。それよりクローゼ、道わかる？ルーアンの市長邸はね。あ、知ってます。以前お伺いしたことがあるので。あれ、そうなんだ。まあクローゼなら大丈夫だろう。でも魔獣には気をつけてくれよ。はい。じゃあここでお別れね。また後でね、クローゼ。早めに帰ってこいよ。はい。その封筒はレクターに押し付けられたか。大丈夫です。私が市長さんに届けてきますので。うん。ルーアンは街道を南、市長邸は南街区の東側だ。道に迷うなよ。はい、ありがとうございます。お使いのダチンってことなのかな。